はい、えー。神社の白猫さん、よろしくお願いいたします。あれ動画撮ってますよね。うん。えー、かぶさん、皆様、こんにちは。神社の白猫です。えー、採用新幹線、運転再開をしたようでよかったですね。うん。周回遅れどころか、2、3日遅れで動画を視聴していますので、もうその話終わったよばかりかもしれないです。ごめんなさい。あ、兵庫の偏見地図見ていただいてありがとうございます。最初に寒いが目につきましたか そう、ここは、えー、冬は寒い、しかも雪国。夏は蒸し暑い、湿気があるから土地です。うん、極端です。以下、偏見地図についてです。そうしてあるあるです。えっ、ー、と、イダネ空港が、えー、頑張ってるのよ空港も、私は電車派ですが、 河野通り飛んでいる。マジで飛んでます。特急の名前にもなりました。ダボー、姫路あたりの方言ですね。山越えると何喋ってるか通じない。ヤンキーいくつかあります。西から順に姫路、神戸、天ヶ崎あたりかな。兵庫、名の、京都、確かに。えー、神戸や阪神地域がご一なとしていますが、私は譲る賀神社を書き加えたいな。聖地。うん。多分、カブさんがご覧になった地図は、えー、軽い方です。 もっと書き込まれた偏見地図よくわかる兵庫県、海がありますよ。えー、能のファンタジーのあ、これで話し途中終わりますね。なんで、ま、兵庫は本当に、あのね、あの、北と、北は日本海側の気候で、南はおそらく、えっと、なんだっけ、えー、あれですよね、えっと、瀬戸内気候になるので、まあ、それで結構変わってくるとは思うんですけど、うん。 でえー、と昨日は CS でファンタジオアイス23幕張公園初日の放送があって予約したんですが、えー、再生リーストを確認しますと例によって録画時間が14分から足りず、えー、つまり取れていないと予約結果のお知らせを確認しますと信号状況が悪かったためつまり大雨ですね、えー、こうなると思っていましたので最初から見ませんでしただって嫌でしょう見ている最中により突然画面が乱れたりとか、えー、砂嵐じゃないけれど音声がうん 平になったり止まったりするの。えー、好きな映像であれば、なおさら嫌です。だから、雨、私は大雨などの予測ができるときは、リラタでは見ないです。えー、今日は、幕張2日目、幕張公園最終日があるので、予約はしていますが。うん。いや、かわいそうですね。昨日からね、あの、結構そういった方多いんですよ。あのー、なんか忘れちまったとかね、なんかトラブルあったよっていう人がいたので、雨が原因だったのかな。 えー、気を取り直しまして、7月19日の記念お茶会、私もぜひ参加させていただきます。参加できるのは多分夜になれると思いますが、ちょうどその日に、えー、コープさんから、こう、で届くチョコプリンがあるのです。えー、北京前のゆずでを探せば確かに楽しかった。うん。大切りの大切りのようだった。うん。どこでもドア魔法の渋滞に乗ってくる。えー、本当に羽が入るとかとか。うん。 私はこう取り運んでもらうのえ。あの頃はもういろいろあったから、せめてそういう楽しみではなければ、ゆずくんのことを考えすぎて辛い。うん、え皆様え、続々とゆずつ費を公開していらしていて、私は、えっと、月曜、先月、や、先々月は、比較的使っていないかった方で、5万5千円ほどなんで、少々お恥ずかしい。うん、ちゃんと自分で稼いだお金で払っているんで、えっと、何を言われるわけではないですが、視線がですね、 えー、ハニ新聞をで集めた新聞たちや、剣り抜を保管するためのファイルやノート代も含みますね。A2 ファイルや、えー、A1 ファイルは結構なお金、ね、金額になります。うん、まあ、でもこの辺はね、まあ、あのまあまあ、好きな料理っていう感じで、まあ、無理をしないってっていう感じですかね。お金が飛んで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 、経済が回って回って回る。うん え、まどかひろしさんの、え、夢うかでしょうかねこれ。夢草って読むのかなお金に羽が生えて、まさにゆずかつひ。え、あ、ちなみに、え、まどかさんは、え、まどかひろしこうじさんは、高知県出身だそうですね。なるほど。え、関西の番組でよくやますが、関西ではないですということらしいですね。え、この、え、夢うかこれ、夢うかでなってますかねうん。え、夢草だかな わかりませんけども、飛んでを9回繰り返す理由は、9回目で息が切れたからです。<laughs> なるほど。どの番組で言っていたのか。また調べていきますね。私の母の友,友達、中学生のご親てと言ったときは、すごいですね。そういった縁があったんですね。なるほど。レモンミカンさんも、えー、お嬢さんも、夏目友人帳好きなんですね。私も好きなアニメ、原作も柔らかいタッチの絵柄で、えー、大好きです。夏目隆君って、ゆずくんにちょっと似てませんか えー、なずみは線が細くて、えー、優しくて親戚に垂れ回しにされたりしても、えー、人のことをあやかしのあや、あやかし、 のことも諦めない強さは持つすごく純粋な子でえ特に好きなエピソードはゆ神様の話やホテルの話で大パレード特別編のユリコとの話そして猫に分けて夏目に会いに行ったあやかしの話これは特に号泣したものです、うん、まだ訪れたことはないですが必要しあの綺麗な土地がと思うと一日も早い復興を望みますとね、うん、長くなりましたがえ他の話は後ほどという感じでいろんな情報がありましたねうん、はい という感じでございますけどもね。うんまあ、結構そう、ね、信号の影響でちょっとあの動画を撮れなかったりとか、かわいそうな部分もあるんですけどもね。うん、はいっていう感じみたいです。うん そして、えー、マイク・バーティラさん、よろしくお願いいたします。カブくん、こんにちは、えー。今回も新日本語は続々ですね。えっ、ー、と、ケイスケではなくて、カエルと呼びます。遊園地の、えー、ジェットコースターは、えー、上に上がるまでがチェーンであげますが、えー、あとは物理の位置エネルギーの法則を従って動いて、あ、やっぱそうですよね。うん、パイプ上の、えー、ガイドレールがあり、 というわけから車輪で挟み込むようにして落ちないようにしています。まあ車輪がえお、えっと、外れたらおしまいです。小すぎですよね。こ,こ実際に日本のエキスプランドで脱線事故があって死者も出てますよという、ね。エキスプランドって言ったことないですね。安倍元総理の喧嘩の際の妨害行為ですが、日本ですから制圧されるんですりますが、えこれが米国ならば本物の銃と判断されて、 で、周りの怪我を一斉に発砲し、犯人は蜂の巣になっていたでしょうね。あ確かに、フランスとかでも、欧州とかでもその可能性あると思いますよ。うん。はい、ありますね。日本だから、まあ、うん。話変わって、遺伝子組みえですが、米国の、えー、種子製造会社のモンスタント社は、えー、遺伝子組みえトウモロコシの種子を作っていますが、 これ、抜群に収穫量が増えるそうなんですが、反面、在来種のトウモロコシの種子を駆逐してしまうそうです、ということらしいですね。この会社の除草剤のラウンドアップも製造していますが、これ、猛毒で人の肌に触れると、強烈な痒みと肌荒れを引き起こすそうです。あ、そうなんですね。あ、そう、これね、そうなんですね。三笠買ってもですね。すごい難しいですね。で、生災じゃなくて生爆ーーと読みますよ。昔は服でしたから、レンダーのように、うん。 女性は、ソーツは履いていませんから、ワクの裾をめくるとですね、えー、あ、それ、それですね、袖を裾、裾をめくると、簡単に局部があらわになってしまうんですね。うん。えー、っと、昭和初期の東京のデパートの、えー、白キラでしょうかね白キラかなまたこれ間違ってるかもしれないですね。え <laughs>、火災の際のワクのですね、 あの、あ、カの際の枠の女子店員がはしごをまたぐと局部があらわになってしまうの恥ずかしあり、練り遅れて亡くなりました。ね、これなんか前話、ありましたね。それ以来、今のようなショーツを女性が身につけるようになったんですよね。え僕の男の僕にこんな説明させんといてって <laughs> なんかですね。株君前全生だったんですね。うん、あれとっても痛そうですね。ちゃんと医者に行って治療しましたかえ僕の親友は、頻尿期科の支門医ですが、えー 治療の際にあそこの先からカテーテルを入れるそうですが、これがまた痛いらしい、歌舞伎もやりましたが、えっ、ー、と、やらなかったですね、うん。あのね、この時ね、実は日本に帰って病院に行ったんですよ、しかも。うん、あの結構ね、慢性前立腺って、あの厄介な病気であの、病院に行ったら治るっていうか、そういうもんじゃないんですよね。うん、だから あの結構、抗生物質とか飲んだり全く効かなくて、うん、だから最終的にはアメリカから漢方薬をもらあのゲットして、それで治しました。てか、漢方薬は結構あの早く治ったので、やっぱね、あの慢性前立腺の方はね、漢方薬がいいかもしれないですよ。うん、そういう気がします。うん、いや今度ね、そんな話もしますよ、慢性前立腺、本当つらかったですね、もう座ってるだけでね、もうジンジンくるんですよ。うん この感覚わかりますかね、うん えっと、マイク・マーダーさんも一つです。株くん連失礼します。え、テラさんのお嬢様の件、過去のこ、えー、起こした事件も自ら自白しているのなら、えー、少年 A の両親も全くことの事態を把握していませんね。うん。両親も含め自慢気に話をしているところを見ると、反省どころか救いようがないですね。えー、生徒たちは裏で色々と、それ以外以上のことも知っているかもしれませんね。うん。学校の対応が遅れると、事態はどんどん悪化になる、悪化 昔、昭和40年代に大久保姓、ね、という婦女暴行連続殺人魔がいたのを思い出しました、えー、短期間に8名の女性を暴行し殺害し、えー、死,死刑となっています。 警察調べでは、声をかけられた女性は127名もいたす。すごい数ですね。えー、そんな時期あったんですね。犯人は過去に、婦女暴行で2回服役をしていましたが、更生はしてなかったんでしょう。少年 A も異常な女性への執着を考えると同じようなことにならないから、適用しますね。と。うん。ねその兆候がね、全くないとは言えませんからね。うん。あの、今回被害届出したということなんで、ちょっとど、どうな、どうなんでしょうかね。うん。 はい。えっ、ー、と、島村嬢さん、よろしくお願いいたします。えー、かぶさん、こんにちは。大人の、大人の修学旅行は一人で来てます。なるほど。うん。で、大人の修学旅行。今回は、勝田理休や、え、嵐山トロッコ列車や竹林を見てきました。うん。 カツラリキューは、えー、昨日の二条の二条城城でしょう二条とは対照的な風景でした。<laughs> 二条城は過剰な豪華さで天井の金箔を張った美しさ、うん、欄間の彫刻の見事見事さと、えー、えー、襖絵、ね、襖絵、少子かな襖絵かな襖絵の見事な木組、うん。あ、これが襖絵の見事な聴組で、襖絵、これが襖絵かな襖絵か。襖絵は、 えー、狩野派の,狩野派のです、ね、有名どころ、エヴァ刈という感じで、ちょっと感じ合ってるかな。うん。えー、豪華さで比較できるのは、日光東照宮くらいですね、えー、それと比較して、えー、桂離宮の,の美しさはですね、一見見事な,豪華な,見えな、豪華に見えない美しさ。庭園と建物がお互いに生かして、えー、月や星までを計算に入れた趣向のこだわりがあった。うん。 例えば、一般的にシーメトリーな建物は落ち着くもんですが、わざとアシ,アシン、と、メトリーにしたりとか、うん、えっ、ー、と、部屋を11畳、普通は12畳にします、にしてみたり、普通路の石畳を、えー、わざと細先細りにして、遠近感で広さを演出したり、まあ、妙にえ入り、 入り暴走に入りですね、工夫をしてあり、歩きながら謎解きをするような楽しさがありました。去、う、年、んね、もう、えー、おと昨年も京都に行きましたが、えー、今年は一番観光客、それも外国人が多かったです。えー、トロッコ列車の客車は満員でしたが、日本人は10%もいなかったです。えー、観光地としては良いのでしょうが、コロナ禍の京都がゆっくり回れて良かったですね。うん、なるほど。 あ、確かにですね。カブさん、寝不足に中華にならないように、太陽に当たって、お風呂に当たって、入って、住んでから寝ると,寝ると言い出しですよ。うん。はい、ありがとうございます。いや、今日さすがにね、ちょっと寝ますよ、これからね。うん。はい、まあ、シンコロの時は確かに観光客減ったと思うんで。うん。もう今しかも円安ですからね、外人がたくさんいるということなんですけどもね。うん。 ゆうのやさんに連続でございます。かぶさん、虫を見抜けなくなった話ですけどえ、虫も熱中症なんじゃないですか。<laughs> きっと暑すぎて倒れてるんじゃないかなと思いますね。えそんなことはないですか。でも私的には G はいなくてもいいですね。かぶさんもいろいろ大変だったんですね。病気には気をつけたいですね。うん、あのね虫はね、多分熱中症にはなると思うんですけど、あのそれよりも怖いのは乾燥ですね。乾燥。うん、あの乾燥に、 まあ、あの暑くててもか湿ってればななんんとかなるんですよでも乾燥には変えてないのであの乾燥さえなければねなんか日本は、ね、湿ってるんで、うん、結構暑くても生きていける部分があるんですけどもね、うん、はいカブ、えー、さん寝、ね、そびれちゃったんですねそんな時もありますねカブ、うん、さんの願い事はヨーロッパミヤマクワガタに出会うことですか、うん、こ,れもこれね本気ですよ本気、うん、出,会出会えるといいですね ででも国の天然記念物になってるんですねベルギーにも生息地があるみたいなのでチャンスはありますね。頑張ってくださいね。うんあのー、時期的には、ね、6月が多いんですが7月は減ってるんですよね。まあ、でも、ちょっと近日中に探しに行っていきたいと思います。うん、はい、はいえー。マイク・バーティアさんも言ったんです、えーか。あ、ここさっき読みましたっけそういえば。そらくらさんよろしくお願いいたします。えー、こんばんは、えー、ベルギー国鉄の普通列車は。 えー、両数が適当で毎日異なるのですかうん。えー、っと、日本の、えー、普通列車においては、 平日と土日祝日って異なるケースとダイヤミラーで急遽変更になることはありますが毎日コロコロ変わることはないですね、うん、新幹線はダイヤミラーが発生した限りは要数は使用する車種が変更になることはありません特急列車も基本的に同様ですが一部要数をシーズンに応じて調整していくしている車列車が存在しています、うん、特に JR 北海道で運行している 起動た特急は、日によって、両数が大きく増減する場合があるため、ある列車が存在していますね。両数が変更になる場合には、駅での整列列乗車に、に位置が、あ、する位置が変わることもあるため、駅にお知らせの告知が出ていることが多いですね。うん。ただ、その場合でも、重席の号車は同じで、指定席の設定号車を増やす感じですね、ということみたいですね。うん。 はい。ということで、まあ、日本は結構しっかりはしてるかと思いますが、まあ、ベルギーに関しては、適当ですね。はい。<laughs> 適当。まあ、結構、も適当ですよね、結構。うん。結構なんか、あの、結構、だから車両とかもなんか、結構適当だったりするかなと思うんですかね。うん。なんか、あの、な、な,な,ん,かなん、何号車とかも結構なんかあれかな。うん。なんか適当な感じがあるんで、うん。はい。っていう感じです。 えとあマイク・バーチャーさんも一緒です。株君、こんにちは。ちょっと体硬いような、うん。何か寒そうですね。気温が低くて寒さも影響しているのかな。いやー、でもね、これはね、僕自身が硬いだけですね。なんか日によってね、やっぱあ,のあるんですよ。うん。なので、まあ、ちょっとドンマイな感じなんですけどね。うん。はい。えー、っとで、昨日はね、気温が一応上がったんですけどね。うん。 えー、カブ君、こんにちは。また、警察方ですか。でも、手書きナンバー、明らかに怪しそうですね、うんえーと。手書きナンバーの下には正規のナンバープレートはなさそうですよ。明らかに剥がされてますね。あで、うん、左側の左側のバンパーには、明らかに擦った跡もあるし、左フェンダーにもありますね。うん ロイステイのフォルクスワーンの車ですね。ナンバーの BZ はベリーゼ、中米のメキシコに隣接するゆゆカ,カタン半島の国ですょってことですね。なるほど。え、ってことは何あのメキシコってことはマフィアマフィアでしょうかねまさかもねうん急に怖くなってきましたね、ちょっとね。うん、はい、えー。マイク・マーティさんも言ったです。 えーとあそう、かぶくんこんにちは。これ、上楼雲と言いますよ、2回目。ね、これちょっとやらかしてますね。でも3回目やるかな、多分うん。ね、上楼雲って言っちゃうんですよね。ちょっと3回目もや,なやらかすのにちょっと気をつけようと思いますね。うん。かぶくんこんにちは。いい天気じゃないですか。皆さん、海で、海を楽しんでますね。かぶくんもなかなかいい肉体をしていますよ。今は干潮なのかなうん。だいぶ潮が引いてますね。え、周日帰りはできそうですね。でも、そちらではやってる人はいない、なさそうですね。うん。 あさりってベルギーにあるんですかね、ところで。うんあのー、潮干狩りってそういえば、ねあのー、日本ではハマグリとか、ね、いろんなあさりとかあるかと思うんですけども、最初に映っている飛行機が4発エンジンの、えー、今は少なくなったボーイング747と400チャンボジェットのようです。リリク上昇中ですね 二期目の飛行機は軍用機っぽいですね。うん。また揚げ潮に何始めたのかなカくんの座っている一号車、一等車じゃな,じゃないのあ、そう、一等車ですね。一 <laughs> 号車の一等車では意味が全然違いますよ。えー、テストはファンはうる,さうるさくてごめんねって。あ、そうなんですね。そう。これファーストクラスですよね。うん。はい、っていう感じでまたやらかしてますけどね。うん。 やらかしがね、ちょっと多いんですけどもね。えー、マイク・バティラさんも言ったんです、すカブ君こんばんは。いろいろと議論になっているようですが、僕の主権としてはやはり文化が、文化か民族性の違いじゃないでしょうかね。日本では他人の悪口を言うことはしたくない、あしないことと、選挙でも他の候補者に対してはそのような選挙活動はしてはいけないとされていますよ。本、え、来、ー、温厚な濃厚民族なんですよ。欧米はそうはいきませんよ。うん。 他の候補者の弱みを攻撃するのは当たり前。えむしろ積極的にやる弱点に、弱点はとこのんつく。え、それ、それが彼らの戦い方。え、肉食の、え、猟獣、え、狩猟民族なんですよ。うん。だからそういうところは、農耕民族でもある日本人はなかなか理解できにくいのかもしれませんね。と。これは何の話、絶対。あ、これはあれか、羽生君の話ですかね。うん。 なるほどうん、あそうそっかそう外国人は結構はっきり言っていいやつですね。日本の場合は、まあ、結構ねあんまり言わないようにこうあのプラマイゼロな感じで話しますよね。うん ゆうのやさよろしくお願いいたします。かぶさん、7月10日納豆の日ですよ。わかりやすいですね。えー、かぶさん、納豆は好きですか私は好きです。納豆は日本食の中でも好きだよが分かれる、分かれるかもしれないですね。かぶさん、納豆は何回くらいかきぜまぜ、ま、い面白いですね。納豆はドロドロになるまでかきまぜか、えー、かきまわすほどいいそうですよ。200回以上かきまわすと違いが出てくるそうです。私はいつも多分15 10回から15回くらいなんで、えー、まだまだ使用が足りないようですね。うん。 えー、それから納豆は夜に食べるのはいいそうですよ、という。で、これそうらしいですよね。僕も聞いたことあります。うん。僕も納豆普通に好きですけど、ベルギーでは納豆を食べれないんで、まあ納豆があればね、もっと食事が楽なんですけどね。うん。まあ僕も10回から10回くらいで終わると思いますよ。うん。まあなんかあの、醤油がまんべんなく行き渡ればいいかって考えてるんで、なんかかき回すとなんか苦くなっちゃうんじゃないかって思っちゃうんで、なんかあんまかき回せないような気がしますね。うん。 えー、藤原美子さんよろしくお願いいたします。株君陸上フィギュア、公開練習ありがとうございます。えー、気持ちを変えて、外でジャンプいいですね。 ファイナルプログラムしっくり来ないのね。うん。ゆっくり考えて無理しないでね。とろけるようなスケーティングに解説、株くん厳しい。え、流れや形は出来上がりましたね。楽しみにしています。株くんいつもありがとう、またね。うん。そうですね。だから結局、ファイナルプログラムはちょっと、あの、同様やろうかと思ったんですが、多分できないですね。なかなかちょっと想像ができなかったんで、まあ多分曲を変えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。 はい。というわけでですね、これでちょっと本日終わりにしていきたいと思います。さすがに今日2回、えっと、夜の会もやっちゃったので、15時20分、こっちの時間で15時20分なので2回もやっちゃったので、ちょっとさすがに7なきゃまずいですね。うん。ちょっとね、これから1回寝ていきたいと思います。